写真ちゃんしばらく見てないな。借金作って失踪中。仕方ないわね。お？行きましょうか。え？行くってどこへ？お。釧路よ。そう、莫大な借金を作り失踪した邪神ちゃんはこの時再び北海道にいた。勝手丼ですって。何乗っけてもいいってこと？私ご飯特メガ盛りで。和尚一番名物の勝手丼は、市場内の惣菜屋さんでご飯を買い、鮮魚店や魚卵専門店を巡って自分の好きな丼ネタを選んでいけるのだ。夢の海鮮丼を勝手に作れるぞ。勝手か。私は今大変空腹なので、これは助かりますな。好きなものを勝手に食えるとは心全国ですの。ちょっとお客さん、勝手に食っちゃダメですよ。日給1万円、3000日で3000万か。ありだな。頑張れよ。へえ、これがマリモ羊羹か。これはアイヌ語で煮え立つ場所、ボッケという。地下から約100度ほどの泥が火山ガスとともにボコボコと噴き出しているぞ。ボッケー、ちょっと。民芸品店などでのアイヌ衣装体験なんかもおすすめだ。邪神ちゃん、やっと見つけたわよ。誰かと思えばユリネにメデューサじゃないか。散々迷惑かけて、さっさと帰るわよ。頭が高い。私を誰だと思っている。私は神だ。シーザー、授かります。